はい、任天堂スイッチ版のディアブロ3エターナルコレクション続きやっていきたいと思います。前回パート2章行ったから今回は3章の方行こうかな。ほい、ボスがいっぱいいたな。はい、まあ頑張っていきましょう。スキルの方はまあ変わらずやっておりますね。いきなりエリックでした。よし、行こう。あ、怖い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 。だいぶ転生でもね、あ、もう削れなくなってきてるね。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない。はいはい、行きましょう。おっと、エリート天の潮に飲まれるがいい。まあ今までちょっとやばい状況だと息吹で耐えるという方向だったのを、あれ一段下だよね。いけるか。無理か。ぐるっと回ってくるしかないな。行きましょう。いやー、あとはとりあえずね、武器のいい属性のやつを拾うか、あとまあ指輪が本当に適当なんで、指輪をなんかとかなんかあったと思うんだよね。だから指輪のいい属性の、おっと危ない。見た今の3分の2削られましたけど。はい、でこボス戦か。うわ、めっちゃしてるね。ここワープできないかな。じゃんじゃん。あ、無理かやっぱ無理か。はいはい、頑張っていきましょう。まあそんなんで、ツイッターのフォロワーさんも、ディアブロ3買ってる人も結構ちらほら増えてきてるから、なんかいいよね。みんなでディアブロしましょうみたいな感じを思うんだけどさ、まあ、自分のペースでやっていくことが多いからね。ディアブロ3やっていながらも、スイッチではルフラの地下迷宮も同時進行でやってますしね。だからプレイ4版の時もね、あんまマルチの方には行かなくて、まあだけどフレンドさんがさ、レアが出たりなんかイベントがあったりすると、なんか荷物が届くから、それがちょっとプレフォー版は楽しかったかな。まあそんな感じで、いよいよ、ボス戦か。ね、あと、パソコンではさ、フォローとセブンティシックスもやってるし、あと絶賛、昨日から発売したんだよね、スマッシュブラザーズ。もうちょっと微妙に気になってて、なんかキャラどうしようかとかいろいろ考えたりしてるんだよね、買ってもいないのに。よし、こ爆裂入った瞬間に瞬殺です。もうさっさと次の、アンチベノムね、ソニック使おうかなとかね。一応 3DS 版は前買ったんだよね、発売日に。 3DS のスマッシュブラザーズの時はだけどさーみたいな感じで結局やらなかったんだよね、しっかりと。どうしようか、ほんと悩んでてさ、コミケの待機列、まあ、ホテルに戻ったりしちゃうけどさ、スマブラでもなんか寒い中やってるんで、なんか盛り上がるじゃんとか思いながらね、いろいろ考えたら、いやーっと危ない半端ねえわー、HP の減るの半端ねえわ。
オッケー。ドーメント6は本当にいけるようになってきたけど、まだ使えない。どうでしょうみたいな感じだよね。このエリアボスだけだからさ、比較的早く終わりそうかと思ったらやっと出たね。よっしゃ。そんなことはできない。こいつか。はい、お疲れ様でした。戻らなければ。うわ、みんな来た。じゃあこれワープしてこっから戻ろう。それは無理だ。え、ボスでもあんのかな。まあ倒しちゃうか。瞬殺だな。町に戻ろう。まあまあ、シーズン系のさ、クエストでも結構あるから、まあ同時進行で終わっちゃった感じかな。終わらせちゃった感じかな。はい、まあ行きましょう。救出か。今は使えない。救出。おっと、エリート来たね。そこに敵がいるぞ。分かってますよ。任せたな。オッケー。うわー、あれ救出しきれてなかったか。できてるよな。もしかしたらバグっちゃった可能性あるぞ。まあでも救出1になってるからいいと思う。まあ、怒りは死ね。次はOh yeah。 危ない危ない危ない。まあエリートは優先して倒そうと思うけど、まあ倒さなくていいのは、無視していけるなら無視していきたいけどね。おっと、2個来たね。ほいほいほい。なんか2個同時っぽくね。ほい。俺の力。まあもう痛いな。もうまた一人死者が。命は解放されるだろう。オッケー、戻りましょう。はい、はい、残り2つになるな。呪われた要塞、紫の矢印出ねえかな。あー、なんか純粋に単純に宝箱、呪われた宝箱をやるだけか。これは案外早く終わりそうだぞ。ちょっとごめんね。あれはちょっとやっとこうか。まあいいや、行こう。いけないんですけど。あれ、何これ。これでの英雄だ。すげまあ、ようわからん。行こう。入れねえな。こっからか。それはできない。はい、到着しましたけど、ポジットな。100体か。夢の一撃
撃。どんどん来て。オッケー。ちょっとスロースペースじゃない？スローペースじゃない？精神力まだ強さが溜まっていない。似合わねえわこれは。速度上がってきたぞ。まだ使えない。オッケー。戦いは終わりだ。精神力が足りない。どうでした、間に合った？足りねえか。お金だけ。あと町に戻ろう。ダイヤとね、ダイヤというか宝石ね。あと手荷物とさ、あと3つしか持てない。ちょっと分解しよう。更新なし。 OK で修理して、あとラストか。どこだ、セシュロン、サシセシェロン、なんだろうな。うん、ああ近そうだな。もうすぐじゃん。はい、氷の穴に入れ。わかりましたよ。ちょっとごめんね。うわ、ヘリ半端ねえし。こっか、到着で、すべて倒せか。あぶ。おお、いや。従者も微妙だな。ドレスもいいけどさ。テンプラーも結構ね、引きつけてくれるからいいんだけどな。ええな。あと7体。あと3体。はい、行き止まり。うん。まあ、普通に行けそうだな。だいぶ進んでからさ、戻りましょうってのがあるからね。よし、報酬クエストもあっさり終わったし。よっしゃ、箱開けしましょう。すぐにね。はい、どうだ。おっと、2個来たね。指輪とアミュレットね。チェック、鑑定しましょう。数個あるからね、変更する気ないんだけどさ。あと指輪。指輪もなんか、真新しいの欲しいな。強欲。微妙だな。特に。これは更新とか。いい選択だ。はい、いよいよ、ネファレム。うわぁ。ネファレムリフトに向かいますけど、うん。血の結晶も、いいしな。オッケー。行きましょう。この後だいぶ長い休憩あるからね。クリアした後20秒ぐらい休憩あるから、その時にいろいろ装備とか、装備じゃなくて、見直しましょうかね、スキルとかね。ほいー。おう。静かだぞ、いきなり。おいきなりいるな。オッケー。よし、まだ使えない。やって、続きはさ、突進は結構一体でもほぼ即死気味だからね。怖い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 怖
怖いよ。オッケー、止まった。わあ。力が大きい。うわあ、間に合わなかった。もうすでに2回死んでんだけど。精神力が足りない。戦いは終わりだ。おっと、なんか来たね。これは重要。わわわわ。怖い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 。いやあ、死んだなあ。19%。 あれ、もう次じゃん。魔法のかかった領域。6分の5減らすために。精神力が足りない。よし、もっといきなりエリートいるんだけど。戦いは終わりだ。回復しなければ。おっと、びっくりした。エリートが固まってんな。精神の使いが。オッケー、247。突進だけは勘弁な。ごめん。回復した。落ち着くか。おっと、なんかエリートが見えるぞ。そんなことはできない。痛いな。痛いし怖いし。予定ではね、ファレムリフトではもっと楽できる予定だったんだけどな。うわー、いっぱいいるな。それはできない。これ全部食らうとやばい。何もリキャストできてませんでした。いやー、見まくったな。まあ、今のうちにちょっと行けるとこまで行きたいとこだけどね。弱点は見抜いた。ここへ来たか。よし、たまらな。どこにいる？ここへ。精神力が必要だ。それは無理だ。神の怒りを受けよ。行こう。うわ、耐えやがったな。頑張ったね、結構ね。ほーいっと。まあ無敵だから安心なんだけどね。あてえな、こいつ。無敵も切れたし。それは無理だ。奥にエリートが見えたら何もできないよな。78%。 まあ次のエリア行くか。力が衰えているぞ。おお、また入れてきた。オッケー、大丈夫よ。92%。これもエリートじゃない？強えわ。
はい、93%。おーっと、なんか行くぞ。マールの怒りを知れ。これはできない。リフトガーディアンだ。あー、このタイミングできちゃった。ポーション使って、どこだ。爆裂入れて、OK、お疲れ様でした。まだ使えない。忘れられし魂に望んでるのは、うん、か金目印でしたね。よし、戻りましょう。いやー、死んだな。たっぷり死んだね。見事。 OK、 29秒か。鑑定。おーっと、セット装備なんだろう。リトルローグ。おー、セット装備か。ほーみたいな。はい、あとなんだ、特にはないか。まあ、分解ですよね。上がるけどさ、難しいよな。これがね、あの竜巻効果が3つ以上蓄積されてる間はスピリットが生成されるってのがさ、結構欲しい感じなんだよね。金とかさ、結構使いまくってるからね。考えるとこだな。疾走劇も、この駆け抜けた後に連打を浴びせるってのは結構さ、こっちに攻撃食らわないってことだから、いいかなと思ってたりしてんだよね。あと、感電させる。精神共鳴にしてみようか。与えるダメージが増加する。ああと思ったけど、光の壁にしてみよう。はい、まあ14秒ぐらいはね、ちょっと待ちましょう。はい、いよいよグレーターリフトになりましたけど、怖いよね。はい、行きましょう。グレーターリフト、前回35やったんだよな。更新も怖いよな。だからしばらく35でいいかと思ってる。はい、まあ、35やっていきます。己の力を受け入れる。さすれば生き残ることもできない。中入りきんじゃん。ちょ、待て、回復しなければ。 OK、スタン系、あー、スタン系助かるな。いい感じなんじゃないでしょうか。この今回のスキル変更は。これも殴って爆裂ついた瞬間にエンジン。この羽いいな。まあこっちのダメージ減りもすごいけどさ、案外いけちゃう感じだな。なんか楽になった気がするぞ。たったスキルをさ、体に変更しただけでこんなに変わっちゃうのか。あいつと無敵きた。無敵のうちにちょっと行けるとこまで行きたいな。まだ行けるだろう、ね、そんなことはできない。クラクラってなるのがいいね。
れは無理だ。ああ、これは強いんじゃないか。オッケー、いい感じ。まあ、まだ無敵続いてるから、なんか無敵が終わる前にそれはできない。エリートなんか来てほしかったな。もう終わるぞ。はい、次のエリア。わあ、切れた。夢の終わり。あー、この金とさ、うわ、この金と爆裂と姿勢めっちゃ相性いいんじゃない。わお、止めたら死ぬからな。まだ半分も来てないよ。見抜いた。わわわわ、痛い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 。まだ使えない。もう3人いっちゃう。ね、スタンは結構大きいわ。これは重傷だ。わった。それは無理だ。上にエリートいるからな。力がまだ使えない。ゲイ、いい感じなんじゃないかな。で、調子乗ると死ぬ。うわ、おいだ。使えない。精神力が足りない。神の怒りを受けよ。ラストスラックニストーカー。うわー、全然減らないわ。無敵さんいらっしゃいますし、よし、止まった。わお、わお、わあ、またエリート来たし。精神力が足りない。マクロ書いた。ゲイ、こいつどうだ。やっぱ爆裂入ったな。オッケーオッケー。回復が必要。わお、まだ使えない。いやすごいわ。すごいけど面白いわ。弱点は見抜いた。まだ力が溜まっていない。止まりじゃん。ゴー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 。怖い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 。ようやく 80% ぐらいか。エリートいないの。あーっと、上の方いるね。来た来た来た、走ってきたよ、走ってきたよ。みんな集合。本命がダメか。ついてきてないか。よし、止まった。ついつい声出ちゃうわ。もう 90% いったんじゃねえの。回復しなければ。わお、やばい。そろそろ裸になっちゃいそうだぞ。
やお。精神力が必要だ。ダメだ、瞬殺だわ。このパターンやばいぞ。回復しなければ。やばいやばい、 96% になってんだけどさ、食らうダメージが高すぎる。今はリフトガーディアン。逃げろ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 。でもう失勢玉、もう失勢お願いしますって感じ。 OK、 お疲れ様でした。ほい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 、はぁーみたいな。疲れるわー。あー、これ開けとくか。いやーすごいわー。戻らなければ。まあまあレベル上がってっからいいんだけどさ、装備の方の更新がないんだよね。よいだ、新たな道に。オーケー、250だって。まあ鑑定しましょう。じゃん、これ更新ならずか。どうした。うん、特にないな。まあ分解ですわ。はーい。まあなんかさ、大したことないけど、まあ今回もパラゴンレベルは上がってってるからさ、まあね、今後本当にこれもエンシェントレジェンダリーに付け替えたりしたいし、これもそうだしね。はーい、そんな感じだな。まあとりあえずウリアナ装備で頑張ってるけど、まあ今の現状の姿勢、あの運用ビルドっていうのもう嫌いじゃない感じではあるよね。はい。まあ、今回はこんなところで終わるけどね。まあ、この後も継続して、ちょっと、ネファレムと、あの、グレータリフトの方を回って、次回、まあ、またちょっと強くなってると思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。